写真拡大。ジャバ東京スポニチ大会、東芝 2-0 JFE 西日本11日、横浜スタジアム。東芝のエース岡野雄一郎投手、青学大が今季初の公式戦で、昨季の社会人日本選手権準優勝の JFE 西日本を完封した。昨季からドラフト候補に上がりながら指名漏れ、11球団のスカウトがバックネット裏に集結する中で、怪盗を演じた。毎回のように走者を背負いながら、決してホームは踏ませなかった。勝利目前の最終回も2死1、2塁のピンチ。ギアをチェンジして粘り切れたと精度を上げた。三者凡退は5、7、8回の3度のみ。136球の力投だった。最終回にも146キロを計測するなど、常時140キロ台の直球が収穫だ。シーズンオフにはウェイトトレで徹底的に鍛え上げ、パワーアップ。まっすぐで押せた。トレーニングの成果と充実の表情を浮かべた。昨季は大卒2年目としてドラフトイヤーを迎え、指名が有力視されながら名前を呼ばれることはなかった。指名漏れの悔しさを味わったが、チャンスはあると思うのでと前を向く。シーズン開幕と同時にプロへ進化した姿を披露。2度目の正直で夢を叶え。